夏の終わり、美は乱調にあり。など、情熱的な愛と誠意を綴った小説や、法話などの活動で知られる作家で、僧侶の瀬戸内寂聴氏が、9日に、京都市内の病院で亡くなったことが、11日分かった。99歳、徳島市の神仏具匠の次女に生まれ、東京女子大在学中に結婚、卒業後。 夫の赴任先の北京に渡るが、夫の教え子と恋に落ち、3歳の娘を残して家を出た。離婚後、少女小説や童話で生計を立てる。1957年、女子大生、朱易凛。で、新庁社、同人雑誌賞を受賞、歌信が告評されて、失意の歳月を送るが、 1961年の電気小説「田村敏子」で「デサイキ」「かのこ両乱」や「美は乱調にあり」など優れた氷伝小説を相次いで発表し1963年「二人の男の間で揺れる女の性と心理」を綴った「夏の終わり」で女流文学賞を受賞して作家としての地位を築いた。 古典を題材にした作品から現代文学まで幅広く発表し、著作は400冊を超える。主な著作に一編を描いた、花にとえ、西行きの人間性に迫った、白道、など、1998年には、源氏物語、現代語訳を完成させた、執筆活動と並行して、信仰に生きた。 51歳で出家し、嵯峨野にサビアンを結ぶ。後に、岩手県二戸市の天台寺住職も兼ね、京都と往来しながら、荒廃した寺の復興に尽力した。サビアンや天台寺では、定期的に法話を開き、孤独や病、家族不和などに悩む人への思いに耳を傾け、励ました。社会的な活動や平和への行動にも力を注いだ。 湾岸戦争への救援活動や、米中数同時テロへの報復停止を祈る断食を観光した。東日本大震災時は、原発再稼働に抗議し、89歳の時には、東京都経済産業省前で、ハンガーストライキに参加、東北にも足を運んで、被災者を支援した。2006年に、文化勲章、裁判年まで、 新聞や雑誌に連載を続け、本誌では「天眼」を執筆した。